新型ホンダ ZRVVSA のライバルであろうカローラクロスの仮装対決山本慎也がですねスタイルスペース燃費コスパまで断罪というか勝手に予想をいたします <music> てなわけでえコージー TV 今夜もよろしくお願いします小沢浩次です山本慎也です,で,すでですねえっ、ー、とこの まあ今話題といえば5月10日にですね、まあ、結構出ました、うん、ホンダ ZRV <Z> ちょっとまだ分かんないですけどね分かんないですよね,ね ZRV がまあ北米とあと中国で結構公開されて、うん、日本でも5月19日からまあティザーサイトが開設するっていうことなんですけども、うん、このツイッターではちなみに えー、EHEV の、まあ、ハイブリッドモデルがあ日本でも設置されると、うん、まあこれが多分中心になると思うんですけども、うん、これ結構注目集まってですね前回陽一郎さんと結構価格の話をしたら意外と回ってまして、はい、私としては。お まあだからやっぱり ZRV というかやっぱまあコンパクト SUV ってまあこう日本の今中心でまあ特にその新セグメントのいわゆるコンパクトクロスオーバー SUV っていうジャンルが一番多分激戦区なんですよね、はい、そうですよねうんでそこにホンダがじゃあ,あったかっていうとまあベゼルがそこに当てはまるかもしれないけどちょっと小さいんですよね、はい、そうですよね世界的に見た、はい、日本ではちょうどいいんですけど、はい、世界的に見ると B より上、はい、C よりちょっと下みたいなその絶妙なポジションがやっぱり、はい、ワールドワイドでビジネスをする意味では辛いと。はいそうだね、でそこで、うん、今で分かってるところでは北米でまあ夏頃には発売されて、うん、<北>まあ多分2023年モデル。はい、それで22年の夏には出て、うん、で来年には欧州と中国で出るんではないかって、はい、いうので日本ではもうね予約受注が11月ぐらいに始まって。 で、まあ、発売は年内まあ今年中行くのかな、はい、っていう感じですね。わかりましたでまあそんなわけなんですけどもそれで新也く、うんわくもうこれは今出てるカローラクロスを軸に見ると、うん、いろんな意味でこの車の実力が見えてくるんではないかと。うん、まあそういう意味ではレジルは、はいはい、まあ専用パーツ多いんですけど、はい、フィットのですよ、ね、まあ派生車種。<S S SUV 版みたいなとこねまあろフィットクロスターがあるんですけどそれとはまた別にあの、はい、フィットのコンポーネントをうまく使った別の車として出たのがベゼルに対して今回 ZRV はシビックの基本コンポーネントを使って開発された SUV だとそういう意味ではカローラをベースに開発されたカローラクロスもう完全にガチですよ、ねはい、カローラ対シビックっていうのが あの SUV の suv 世界でま、はい、まあまたやるとでやっぱりみんな注目してるだけあってやっぱこの車にはとにかく期待である、うん、ということなのでそれをまあカローラクロスを軸にちょっと見ていきたいと思ってるんですけど、うん、実際カロローラクロス売れてますよね、うんうん、もう今年に入ってからまあカローラセダンとあとワゴンとツーリングですねあとハチバックの、えーはい、スポーツこの三つの今あのー 軍でで戦ってるんですけどね,そ,でねでそれに SUV が加わったけど多分スポーツはあんまり売れてないでしょ高いしちょっとあこれから GR カローラ出ますから、ね、あそうかそういうえ欲しいの買うんですかいや買えばまだ分かる悩んでますま本当ですかうんなってないわけで今売れてるカローラの中でもカローラクラスが時に半分以上になるということなので、うん、まあだから一番欲しいクラスの車ですよね、はい ていうわけで、まあ、スタイルから占ってみたいんですけれどもこれあのアメリカで出たデザインでこれでまあ北米は HRV と呼びますからね、はい、そうですねアメリカでは HRV ででこれちょっと並べてみたんですけどどう,、うん、どうですかだからやっぱり ZRV はそういう意味では、はい、でかいベゼルでもあるんですよねはいはいはい、はい、で、これ実は理由があって、はい、やっぱりホンダがそのグローバルでビジネスするのに、はい まあもちろんその世界戦略者的な車がまず必要、はい、ただ北米と、えー、日本欧州っていうのはやっぱりそのニーズが違うから一台で賄うのが難しいとだからまあかなり近い車を2つ用意しようみたいな、うん、そういうところですよねだからそもそも2つセットでベゼルとあのワールドワイドで考えるとベゼルと ZRV は ある意味こうまあまさに大谷翔平とあのトラウトト、うん、トラウトが2人確かに実際2人揃うと全然野球の話だけどそ<う>強いよね今、うん。だからやっぱりほ <laughs> この2つは本当は一社型の、ね、本当は作りたいけどそれは仕向け地によってあ,<ー>あのいろんな事情だとか好みとかがあるので、うん、そこはもうちゃんと分けましょうと。はい けど全然違うけど、うん、意外と俺結構近い雰囲気だなと思ったんですよカウンタクロスと、うん、結構だから力強さは両方ありますよね結構似てるところを狙ってんだなとこうやって僕最初別々見た時って似てないと思ったけど、うん、こうやってこの角度が似てることもあるんですけどすごい似てるでこのここら辺のピラーの。 位置とか、俺、はい、カローラクロスの方が出かけに感じするのかなって、うん、この横を見ると結構張るなっていう感じは僕は受けていてただまあ後ろから見るとこの ZRV の方が結構つるっとした感じがあって、うん、カローラクロスのちょっと機能的なはは、うん、あな<ー>でもっぽいところはやっぱありますよね。あ<ー>少しあ であとサイズ感なんですけども今見えるまあここら辺は数字出てないんですけどカローラクロスがまあほぼ4 5ルで、はい、まあ幅が国際クラスで、うん、セダンに比べてでかくなっちゃって、うん、まあやっぱりちょっとウェザルと比べるとやっぱりちょっと一クラス上なんですけど日本で使うというところでいうと、はい、当然1,800を超えてるか超えてないかって結構ね、うんうん、大事なところなんですが、はい、これがまあグローバルで考えると。はい まあそこまで幅が問題になってないっていうふうに言うとみんな文句言うんですけど日本だとやっぱカロロルクラスでかいんじゃないかみたいなのはあるわけよね幅がただ今やっぱまあちょっとこれはよくない傾向だけど1850くらいまでがまあ最適サイズじゃないっていうふうになっちゃってるんですよね自然に今ねこれあの単純に海外でサイズがでかいのがいいっていうよりやっぱりその衝突規制みたいなところで。 そのね、クリアできないっていう事情もあるので、うん、る何でもかんでもでかくなりすぎだって。 起こるのにもちゃんと事情があるというところはちょっと理解してしてほいない、ね、まあそんな中で、えーうん、ZRV どうですかこのシビックベースになってシビックのサイズはこういう出てるように4.5メートル超えて全幅1.8、うん、でまあ、背の低,低さっていうのはまあ8バックならではなんですけども、うん、この中で ZRV どれくらいになるっていうにで,でも全長はそんなに僕変わらないような気がしてて。あ ね、あのカローラクオースと写真で見比べるとそんなに確かにカローラクロスよは長いと思うんですけどけやっぱりこうやって見るときっと長くなるよね、うん、きっとねで幅は幅はもう期待値として言えば1850以内に収まってほしいなっていう気はしますやっぱ1.8は超えるか1.8はもうだってそもそもシビックが超えてるのでそ,それは仕方がないと思いますただまあそこら辺で でもカローラクロスまあいわゆるベースのカローラとシビ,ックでーシビックで比べるとやっぱりシビックが比較的サイズがでかいので、はい、もうそこはもうしょうがないかなっていう分かりました、うん、で次ラゲッジですけどそう ベゼルとカローラクロスの差が、まあ、分かりやすく出ているのはやっぱラゲッジ容量でカローラクロスは487でかくて、うん、しかも日本車らしく横が掘れてるんでまあそし、ね、ゴルフバッグ4つ積めるんですよ。うんうん、でベゼルもあの全長4.3か3ル台の中では広いんですけど、うんうん、特にスピーカーとか積んじゃうと、うん、横があ掘れてなくてまあでもゴルフバッグは日本特有の問題ですね, <laughs> まあねこれは。 やっぱりベ、えー、ゼルちょっとちっちゃめというか、うん、カローラクロスと比べてちっちゃいんで多分広くなるよ、ね、一応、はい、ベゼルのをあのカバーするとすれば、はい、クーペボディ、ークーペルックなところがあるので<ー>そういうところはまあ少しこう考慮してあげた方がいいかなっていう気はしますね。ええ、じゃあその中でどれくらい容量いきそうですかね 波は行くでしょうねねなるほど、ねうん、そのリアピラーの寝方みたいなところもこうやって見るとそんなにそんなにこう,まあこうクーペフォルムではないもうほぼカロクロと同じぐらいのあ、まあ、微妙にこっちの寝てる感じではあるな、うん、あ,あるけど、うんまあ当然その幅が割とワイドになる、はい、ということを考えると、はいまあ、あとはそれはゴルフバックのエグのえぐれをどうするのかみたいなところ。まあ でそこを攻めてくるかはちょっと読めないところではありまし、ね、でもまあかなり意識はしてるなるほど、うん、分かりましたはいで走りっていうかパワートレインでいうとこれ、うん、まあカローラクロスが、まあ、1.8リットルのカローラのシリーズ全部そうですよね。まね、あ、プリウス譲りの1.8リットル122のシステム出力で1.8の方は140馬力に170関市これまあ ほぼシビックそのままで来ると思うんですけども。まあここに関してはもうあの ZRV 勝ちですよ。ですよね。これだからカロクロがダメかっていうとダメじゃないんですけど、まあ必要十分って感じですよね。ねどっちも結構実用性に振ってあえてその当然あの DNGA の2リッターのエンジンとか2リッターのハイブリッドって用意されてるんで、すその辺はやっぱりカローラクロスってどういう立ち位置みたいなところで。ええ かかななりりこうう割り切ってるとといい選択と集中みたいなできるけどやらない、ね、カローラの方はね、うん、で,しでも ZRV はやっぱり今こ、はい、んなにこのパートレーンしかないからそういう意味ではもう直球勝負でドーンときたっていう感じですよ、ね、けど僕ねカローラじゃ間違えたシビックのハイブリッド乗ってないから分かんないんですけど、うん、やっぱり走りはこっちの方が良さそうですね抜群いいでどう考えしてすねやっぱ透き通った加速に絶対的な加速でも ZRV の方が上だと。だからパフォーマンスもそそううだしそのなんていうの あのドライバーに訴えてくるところみたいなところもかなりその今回本気の新しいハイブリッドなのでそうしかも俺は乗ってないから分かんないんだけどこれエンジンって基本的には発電ほぼ専用じゃないですかいや発電専用なんだけれども,も、うん、なんかまるでこう,う直結感があるようなフィーリングなんですよなるほど だもちろんあの E. H. V. は、ええ、あの高速であのね。ガソリンのあエンジンの方が効率がいいと判断した時には、はい、エンジン直結モードっていうのはあるんです。けどうそう。はい、だけどそこじゃなくて。 普段そのシリーズモードの時にも、なんか連動しているような連動感があるんですよ。うん、それは、え、しんやくんも乗りましたね。た入ってうん。で、なんか音がすげえいいっていう話を聞いたんです。そう、すごい音もいいんですよ。<laughs> なるほどね。もちろんそれはね、音足しているところもあるけど、はいはい、その足し方含めて上手ですよね。 じゃあそういう意味では絶対的なパワーだけでなくベゼルよりもある種の音との連動感と気持ち良さは上なんだ、ね、ベゼルの1 5リッターの EHV は街中で走ると十分なんだけど、はい、やっぱり高速行ったりするとちょっと結構エンジンがノイジーなところがあって、えー、うちょもうちょっとパフォーマンス欲しいよねって思うところあるんですよね。そこがやっぱり ZRV はその2リッターの EHV 使ってると結構そこはかなり解消できるかなっていう。なるほど じゃあ走りはとにかく期待できますと、うん、であとあもう一つ燃費なんですけどやっぱりこの辺でいうとそれはもうそれはカローラは絶対だと思います絶対で元々だからトヨタのとは違うだけでなく、うん、しかもパワーもちょっと、まあ、普通に抑えてるそう結構ねモーターを積極的に使えるあの制御に今変えつつあるっていうのと、はい、やっぱりその THS2 のフィーリングがね、はい 嫌だっていいいう人多いじゃないですかあの、ね、突,然突然エンジンがもわっとかか,とかかるみたいなかた直結ちょっと薄いもんねそ,うそこもでもだいぶこの進化してきて実用域ではかなりこう納得できるようなレベルになって五つ,つ燃費はもうね普通に走らせて26でしょだってモード燃費といっても僕これねカロクロのハイブリッド乗ってもう普通に乗ったら3 0キロいっちゃう時あるんですよ。 だからそ,そういう意味では燃費だけで見たらーー残念ながらホンダはそれはしょうがないんですよ。まあけどここはいいんじゃないですかユーザーとしては走り味で選ぶとするとやっぱり<う> ZRV なんだけど、うん、まあ燃費で言ったらカローラクロスっていうのはまあ今のお客さんは2 0キロ超えればもういいんじゃないな、ね、っていうところはだいぶ来てるので。そうね そう劇的ななな差にはならないですよねで予想するとシビック同じプラットフォームで、うんえー、同じパラトレインのハイブリッドが24.2なので多分ね20を超えてくる間違いなく20は超えてほしいですよね、えー、いや超えてくるんで、うん、俺の勝手な予想だと22ぐらい、うん、だったらば実燃費でも高速だったら20は超えてくるんで、うん、確かに十分といえば十分なので、うん、そういう意味でも,もう魅力的な車ではあるかなと。うん で最後のまとめあそ,そうだそうだインパネで言うと多分これ内装の写真が全然ないんで分からないんでただ、はい、ただここが、はい、そのシビックと共通なのかそれとも専用のデザインを与えるのかっていうところある意味カローラクロスはかなり合理的で、はいはい、上半分はもうカローラとほぼ同じで,、ね、でそのセンターコンソールの部分でその高さの調整をしてるみたいなところがあるので、はいうん もちろんねカローラのそうかそう質感の高さはあるんだけどそれをどう見るかですよね確かにホンダはあのセダンと SUV で全然作り変えてい、ね、作りを変えるとかっていうことを考えるとあえて見せてない理由はそこなのかなっていうそうか,だからそういう意味ではデジタル感とかインテリアでいうとホンダの方がいいかもしれないとゃあデザインの独自性という意味ではそうかもしれない なるほど、うん、じゃあそこらへんも機械はできますだってフィットとベゼルは全然別物じゃないですかです、ね、はいほんとそうですねそうはいじゃあ最終的な結論なんですけどはい、買い買い替え田舎コスパ含めてここ,がここが一番ですこ,こ,がもうこれはねあの前にやってん、ね、で実はね洋一郎さんとかも結局はここに最終的に 走りと確かに内装のオリジナリティとかはホンダの ZRV 期待は超できますよね、うん、で燃費も現実は確かにそんな問題ないレベルにおそらくいくわ、うん、ここなんですよここですよここ,ここですよね、うん、まあカローラ・クロスの,の199万9,000円がじゃあ現実的かって言われるとこれる、ね、そこは多分もう価格訴求の車なので、はいはい、あれだとしても、はい、ただ ガソリンの Z でで最上級で万円いやーやっぱりお手軽ですよね,ね結構これねコスパはいいですよねやっぱカローラすごいなっていう、ね、そうでハイブリッドにしてもいやだって300万結構切っちゃうっていうのは結構いやすごいとこれ改めて言うと強いなってちょっと思いましたそうただやっぱりその ZRV の悩みどころはそのベースとなるシビックの値段ジャジャンはい そうこここなんですよこれですねそうまあこれはね前も話題になりましただからまあ100ポイズってガソリンの方は例えばその装備のね <はい S 1> あの有無みたいなところで <はい S 1> まあ多分シビックはちょっと装備が良すぎて319万スタートっていうところがあるからまあ200万円台のね ZRV があればいいなとは思うんですがハイブリッドは結構困りますよね。なるほど シビックがまでそれより安いというなん,かな,いなんかそこの予想がしづらいし逆に高いとなると400万超えちゃうってなるといくらカローラクロスの Z にえ装備をなんかいろんなねオプションを全部てんこ盛りにしたとしてもてんこ盛りにしてもその値段にいかない。 と思うんだ,よ、ね、だからカローラクロスのハイブリッドが300万以下で4駆にしても320万まあ20万っていうことを考えると、うん、これでだって ZRV ハイブリッドが400万超えたらもう80万とか、ね、そうでももしかしたら Z にいよ、ね、カロクロの Z にオプションを足していくと、はいはい、それに近いところには行く可能性はあるんですけど,なるほど、ね、でもでも、はい、やっぱり最初の スターティングプライスって僕は実は大事だと思っててあのねよくねその意味のない価格訴求のグレードは必要ないとか釣りのね釣りみたいに言われるでも釣りがなかったらお店に行かないんですからねでお店に行ってやっぱりこれじゃ無理だよって言って上のグレードの見積もりを取っ <で>はい、今だとまあ、まあ、よく言うんですけどその残価設定ローンを組むとああ、ね、1>, 1回の支払いで<あ>数千しか変わ,わらなかったらあ、はい、買ってもいいよねって気になるじゃないですか一番安いやつりのグレードとそこ<う>から30万ぐらい高いぐらいの普及グレードだとねそう,、うん、でそうしたら、はい、やっぱりでもそこの場所に行かないとその交渉はしないから、はい、その理由って何って言ったらやっぱり。 価格なんですよだからさこれは,こ,れは、ね、この間新緑も言ってたけど、えー、ステップワゴン<う>釣りのモデルをちょっと作ってやっぱり少なくともハイブリッドで万万切ったのは300万円台は、ね、必要ですよね、うん、確かにパフォーマンスはあの<う>いいと思うんですけど性能がいいのはもう間違いないんだけど、うん、その性能をに納得できるプライス設定っていうのは実は大事。うん 結局みんないいやつ欲しいからまずお店に行っていろいろ調べて高いやつ選ぶはずなんですよ実際はねしかしやっぱりそこはねホンダの真面目さが出ちゃうあとまだ難しいのは ZRV 自体が北米とか中国とかでいわゆるメイン車種になる可能性が非常に高いとなると日本向けのグレードで細かな そのもグレード分けができないまたモノグレードみたいなところになってしまうと<ー>その高い方しか来ないとかっていうふうになると、えー、またそのシビックのよううなことが起きてしまういやそうするとあれだよねけど CRV の代わりに ZRV 入れた意味がちょっと薄まってくるよね。 ただまあ CRV 買ってる人が買えるくらいの ZRV だったらいいんですけどただホンダの悪いところは上の車を下で賄おうとするから格下感が出ちゃうだから CRV 乗ってる人がじゃあ格下の ZRV を買うかっていうとそれで昔からそうなのじゃあエリシオン乗ってた人がオデッセイ乗るかっていうとそれも「うーん」だし。 その背の低いオデッセイ乗ってた人がジェイド買うかっていうとそれも隠した感あるよねっていうところでそういう意味でもちょっとマーケティングもったいないですねだからそういうところは日産が上手でノートとノートオーラを上手にこう客層を分けてるからノーートオーラ高いいって言われないですよねだけどホンダは高いって言われちゃうなるほどそこら辺はちょっと頑張ってほしいだからです、ね、車はやっぱりあれですね、まあ、時代も含めて サイズも含めて、十分にカローラ、クロスのこうライバルになる、実力を持ってるし、走りは絶対良さそう。良さそう。かよいと思いますよ。で、内装のクオリティも高いじゃないですか、ホンダって基本的に。今高まってますよね。だから、そういう意味でも、期待はできるんだけど。価格が頑張って。欲しいところなんですけどね。これ、なんか、ありますか、解決策。あ、終わりでした。解決策。はい。安いグレードを。ちょっとあれですよね。 装備を省いたというかうまく合理的合理化するモデルみたいなものがあってちゃんとカロクロと価格の面でもそこそこ勝負ができる装備を比べてって同等だよ同等のグレードでこれだけですよっていうだけじゃダメなよな気がします。とてうわけでホンダの問題はいつでも明快ですね。車車ははいいいいけどそれ 適する値段ななのかみたいなそうですねそこら辺の戦略をぜひ今回はですね期待したいと思いますのでまだまあ時間があるんで本田さんぜひこの動画を見てですね、うん、ぜひ価格戦略頑張っていただいて、まあ、バリエーションを増,増やすと同時に、まあ、安い車とか全体的なコストパフォーマンスを上げてほしいと思いますと、うん、いうわけで。 ZRV 対カローラクロス仮装対決スタイルスペース燃費コスパを予想して勝手に比べてきました本田さんコスパで頑張ってくださいありがとうございました山本信也君でしたありがとうございました。